ハムレットを演じるエドマンド・キーン、1825年。エドマンド・キーンは、イギリスの俳優。18世紀から19世紀当時最高の俳優と、称えられていた。キーンは建築家の事務員をしていた同盟の、父エドマンド・キーン、女優アン・ケーリーの間に、ロンドンで生まれた。キーンが、初舞台を踏んだのは、ジャン・ジョルジュのベールのバレエ。 シモンのキューピッド役で、当時まだ4歳。子供の頃の彼は快活で賢く、周囲に好感を持たれていたが、彼の過酷な環境としつけの欠落が原因で、独立独行に育ち、気まぐれな性格が助長された。1794年頃、特殊化からの援助により彼は学校へ通うようになる。しかし、窮屈な学校生活に耐えられなくなり、彼は、 ポーツマスで給仕係として、船に乗る。海での生活が以前より制約されることがわかると、彼は、老和者で、足が、フグのふりをしてドロップアウトする。帰国後、モノマネや腹話術、パントマイムなどの芸人であるおじ、モーゼス・キーンの保護下に置かれ、このおじからキーンは、ウィリアム・シェイクスピアを教わる。この頃、女優のシャーロット・ティズウェルから演技の手ほどきを受ける。 叔父が亡くなり、シャーロットは、キーンの世話を引き受けることになり、彼は、本格的に、シェイクスピア劇の勉強を始める。彼の風変わりな独自性による解釈は、シェイクスピア劇で当時最高の演じ手とされていた、ジョン・フィリップ・ケンブルとは、全く異なっていた。この頃、キーンの才能と、興味深い要望により、クラーク夫人の養子となる。しかし、 彼はこの申し出に憤慨し、クラーク夫人の家を飛び出しかつての環境に逆戻りする。14歳になったキーンは、ヘースティングスとカトによる、ハムレットを上演していた、ヨーク劇場で、主要な役を20日間演じる契約を結ぶ。彼が劇団を渡り歩く間、彼の噂が、イギリス国王ジョージ3世の元に届き、王は、キーンに、ウィンザー城へ来るよう命じる。 その後キーンは、サーカス団、ソーンバーズ一座に加わり、曲場の演技中に落馬して、両足を骨折する事故に遭い、足の甲が腫れ上がる跡が一生残ることとなる。この頃から彼は音楽を、チャールズ・インクレドームから、踊りを、デグビルから、フェンシングをアンジェロから教わって、身につける。1807年、彼は、サラ・シドンズとベルファスト劇場で主要な役を演じる。 シドンズは、キーンを、恐るべき子男と呼び、彼の演技の才能を褒めちぎったが、偉大な俳優になるには、背が低すぎるわと言及。1808年、ビバリー地方劇団で主要な役を演じる契約を結び、そこで、女優メアリー・チェンバースと出会い、同年7月17日に、ウォーター・フォードで結婚。メアリーとの間に二男が生まれる。数年間彼の前とは、 非常に雲行きが怪しかったが、1814年にドルリーレーン劇場の評議会が破産の瀬戸際に立たされたとき、評議会は実験の一環として、キーンに機会を与えることに決めた。これが当たり、劇場は大衆の人気を取り戻した。彼が最初にロンドンで登場するのは近いと期待されていたとき、キーンは高熱で、 もし私が成功したら狂うだろう。と絶叫するほどであった。その後、いくらかの医療を受けさせることができずに、キーンの長男は、彼がドルリー霊園ー劇場と3年契約を結んだ、翌日に亡くなった。彼のドルリー霊園ー劇場での初演は1814年1月26日、ベニスの商人のシャイロック役で観客を熱狂の渦に巻き込んだ。成功を収めた役は、 リチャード3世、ハムレット、オテロ、マクベス、リアオで悲劇的情熱の連なる名人芸を表現。自身の成功を私の足元に舞台があると感じなかった。と後々自身で語る。1820年11月29日、キーンはニューヨークでの初舞台をリチャード3世で踏んだ。彼のアメリカ訪問での成功は明白であったが彼は、 マスコミと折り合いがつけられず、1821年6月4日、キーンは帰国した。キーンの生活は破綻したものであった。スイスで、彼は、シティオブ・ロンドンの市議会議員の妻シャーロット・コックスと、出会うが、帰国後に、コックスから貫通罪で告訴される。たった10分監獄に収監された間に、彼に対し800ポンドの損害が課せられ、タイムズ誌に、 紙面で攻撃される羽目になる。コックス大金の離婚裁判における不幸な判決は1825年1月17日に下され、コックス夫人とは離婚する。裁判の結果が原因で再度出演したドルリーレーン劇場で彼は観客からやじられ、金は引退を決意する。1825年の2度目のアメリカ訪問はその大部分が彼が イギリスで被った、迫害の繰り返しであり、暴力さえ加えられる始末であった。キーンのニューヨークでの最後の舞台は、1826年12月5日の、リチャード3世のタイトルロールであった。キーンは帰国し、最大級の行為を受けたが、興奮罪に依存するほど、彼の才能の全身的低下は避けられなかった。彼が、パリで舞台に現れた時、 酒の飲みすぎによる発作で失敗に終わった。キーンの最後の舞台は1833年3月25日のコベントガーデンのオセロで、彼はオセロを演じ、イヤゴーを演じる息子チャールズと共演した。第3幕第3場、ヴィラン、ビーシュアーのセリフの時に彼は突然倒れる。前後不覚になって、息子の腕の中に倒れ込み、口ごもりながら、狼を。 私は死にます。話しなさい、チャールズと叫んだ。2ヶ月後、キーンはリッチモンドで死去した。ダブリンでは俳優グスタブス・ボーンブルックがウィリアム・テルの代役を務めた。夜通し合いバキロックに乗り続けるなど、キーンの気候は数多い。彼は飼いならされたライオンを飼っていて、ボクサーのダニエル・メンドーサ、ビル・リッチモンドと交友があった。 庶民人議員ヘンリー・グラッタンは彼の献身的な友であった。駆け出しの頃のキーンは、たるまに彼は偉大な、磨かれていない原石だ。磨いて、角を丸くすれば彼は完全な悲劇俳優となるだろう、と評される。ウィリアム・チャールズ・マクレディは、キーンのリチャード3世に深く感動し、彼と食事をとり、彼の気取りのないマナー、それは、内気さのせいだ。 また彼の歌唱は、神の恩朝に触れると称した。劇的な、キーンの人生は、ジャンポール・サルトルの、キーンや、アレクサンドル・デューマ・ペールの劇、キーン、ウ・デ・ソード・ライ・ジェニーの題材となった。ありがとうございます。